鍋丼を一つ。鍋膳なんです。ああ、鍋膳、鍋膳か。はい、よろしいですか。はい。以上。うん。ああ、波、波でよろしく。ご飯も波でよろしいですか。はい。はい。波でいいです。はい。じゃあ699円。はい。皆さんこんにちは、おやじです。本日は2022年の2月何日だ、19かな、19かもしれませんね。日にちはまあいいんですけれども、はい、1週間の仕事が終わりました。今家に帰っております。なんかね、口内炎、この前ね、弁当飯食ってる時にね、あの舌を噛んで、それがね痛いです。はい、事故処理車が、あ、事故処理車ではないのか、パトカーが私を捕まえに来ましたね。今ね、今からスライドしますけど、なんかあったんでしょうかね、よく分かりませんけれども、はい、今日の話はですね、防犯ベルにびっくりして逃げた話をねしようかなと思っております。はい、これはね、どんな話かというと、私、あの長距離時代にですね、静岡県焼津市、確かね焼津だったと思うんですけれどもね、岸壁っていうか、まあ埋め立て地なんですよね、そこへね。でそこにね会社があると、でまあ、つくんがね夜中なんでね、で場所は電話で聞いて行ったんですわ。ちゃんとね、電話でお宅どこって。そしたらですね、東名高速の焼津インターで降りて、あとどうのこうのとね、電話でね。で、行ったわけなんですけれどもね。で、何せ夜中なんでね、で、なんていうかね、埋め立て地なんですよね、岸壁っていうか、まあ海の近くの、まあ港ですわね。で、その中によくあるじゃないですか、企業団地みたいなのがね、いくつも会社がある、そんなとこでしたね。でもね、焼津って当時、今はねもう何十年って行かないんで分かりませんけれどもね、まあ当時、まあ田舎ですよ。で、そんなね工場とか会社がねびっちりしたようなとこじゃなかったはずですわ。もうねだだっ広いところにね、あの会社がね、まああちこちねポツンポツンあるような感じだったんですよ。で夜中に着いて、で探してたんですよ、ぐるぐる回ってね、どこなんだろうかと。で夜だしね、わかんないですよね。会社の名前が、似たような会社がね、たくさんあるんですよ。なんかね、建物から、そのね、まあ、似たような、
倉庫とかあるじゃないですか。なのでね、夜ってね、ほんと見えないんですよね。で、懐中電灯当時、まあ持ってたんだろうけれども、どうだったのか、忘れましたね。でね、外からね、フェンス越しに見ていてもね、まあ、会社の事務所があるんですけれどもね、そういうフェンスを越えていかないといけないんですよね。まあ、門が閉まってるから。でね、1メーター弱のフェンスなんですわ。で、乗り越えようと思ったらね、いくらでも乗り越えられるんですよ。で、夜中だし誰もいないしね、まあいいやという感じでね、ここの会社かなと思って、で、まあトラック止めてね、フェンスを乗り越えて、で、この会社が違うんかな、この会社も違うんかなという感じでね、フェンスを乗り越えて、見に行ったわけですよ。事務所というかね、建物の。で、探していると、なんかね、ブザーが、音がするんですよね。なんかね、キンコンカンコン。なんかね、なんかの柔らかい音がね、しているんですよ。しかも事務所の中でね。で、これもしかしたら、防犯ブザーかなんかが鳴ってるのかなと。まあ私直感しましてね、これはちょっとやばいかなと思って、まあ出ましたけどね、その敷地からね。でまあで、まあ一旦ちょっとその場から離れようと。でトラックに乗ってね、また一旦離れたんですよ。でまた探してたんですわ。ぐるぐるぐる回ってね。でもどうもここの会社のような気がするんだけどなみたいな感じでね。でまたそこの会社にね戻ったんですよ。戻ってトラックから降りたら、なんか警備員がなんかいましたね。まあ、警備会社の車が行ってね、職務質問じゃないけどね、この中に入りましたかと言われましたね。でもね、自分はとぼけちゃいました。いや、自分入ってないよと。もうとっさに、嘘つきました。はい、すいません。嘘つきました。本当は入ったんだけれども、はい、嘘つきました。はい、いや、入ってないよ。自分は今来たんだけど、と。で、ついでにね、そこの警備会社の人にね、こういう会社探してるんだけど、知らないと、確かに聞きましたわ。はい。まあ、そんなことなんでね、でもね、珍しかったですね、そんな、敷地ほんとね、のっぱらというかね、そんな感じにあるんですよ。広いところにね。そんなとこでね、そんな防犯ブザーがね、なるような会社が、なんかセキュリティに、セコムしてますかじゃないですけどね、あんな会社があるんだと思ってね、まあ帰って、会社の門に言いましたけどね、はい。あの付近の行くことがあったら、フェンスを乗り越えて行ったらダメだぞと、防犯ブザーが鳴るから警備会社がすっ飛んでくるからねと、そんなことはね、注意喚起をねやっておりましたけれども、はい。まあなんとかかんとか、でもね、そこの会社じゃなかったようですね。なんかそこで降ろした記憶ないですな。なんちゅう会社に行ったのかも忘れちゃいましたけどね。そういったね、ちょっと、ヒヤヒヤもんの、ね、まあ、トラック野郎ならではのあるあるですよ。皆さんありませんか？そんなこと。はい。会社探しててね、その防犯ブザーが鳴ったとかなんかね、おまわりさんがすっ飛んできたとか、近所の人に通報されたとか、ありませんか？はい。私の元、
同僚はですね、京都市内でね、なんていうか、懐中電灯を持ってね、ウルトロ来てたら職務質問にあったということがね、ありますけれども。まあ、いつかの動画にあげましたけれどもね。まあ、そいつ、多分ね、変なやつだから、明らかに民家なのに、ね、明らかに会社と民家、もう全く違うわけじゃないですか。でもそいつ多分ね、民家の方を懐中電灯持って、なんていうかな、表札かなんかをね、見てたから、多分近所の者に通報されたんじゃないのかなと。もしかしたらね、女性用の下着か何かをね、この照らしてたのかも分かりませんけれどもね。はい。まあそんなこんなで、今日は防犯ブザーにビビって逃げてしまったという話をしました。はい。またなんか、私の調教時代で面白い話があれば、まあ順次、もう遠い昔ですけれどもね、決して作り話ではありませんので、はい。そして、時効にもなったようなこともね、ありますので、なんか面白い話があれば、また、してみたいかなと思っております。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。この後もご安全にいってらっしゃい。バイバイ。